中国の中央銀行である中国人民銀行は20日、企業向け貸し出し金利の目安となるローンプライムレートの1年ものを3.45%で維持しました。金利の据え置きは10ヶ月連続となります。また、住宅ローン金利の基準となる5年ものも3.95%で据え置きました。不動産不況が長引く中で、習近平指導部は 地方政府に在庫住宅を買い取らせるなどの対策を打ち出していてその効果を見極める方針だとみられます。